夜の渓流域、ドンコを喰らうドンコ。詳細ドンコは、鈴木目ドンコかに分類される魚類。日本産ハゼ類としては、珍しい順炭水性の魚である。ドンコという名称は本種に限らず、地方によっては、いろいろなハゼ類の総称として用いられ、時には、カジカ類も含まれることがある。また北日本では全く別のチゴダラ科のチゴダラや、エゾイソアイナメをドンコと呼び、 これらを用いた料理を、どんこ料理というので、混同しないよう注意しなければならない。愛知県、新潟県異性の本州、四国、九州、大韓民国巨彩等、東京都伊東に分布するとされたりと寝川水系の、栃木県を最北限とする文献、報告例もあるが、古い文献の報告例は川穴ごとのご同亭の可能性が示唆され、関東地方には、 自然分布していないとされる。2001.2002年に相模川水系で採集された個体のミトコンドリア DNA の 12SRNA16SRNA の分子解析では愛媛県重信川水系の個体とほぼ同一だったとする解析結果が得られている。上から見たドンコ全長は2 5トルにた、他のハゼ類に比べて頭部が大きく横幅があり、 垂直方向にやや押しつぶされている。口は大きく、唇が厚く、下顎が上顎より前に突き出ていて、上下の顎には細かい歯がある。胴体は円錐型に近く頭部と比べると短い。胸びれは線形で大きく発達する。腹びれは完全に二つに分かれる。体色は褐色で、第一背びれ、第二背びれ、尾びれの規定に、計三体の黒い反紋がある。 周囲の環境や精神状態などによって、頭部に不規則な反問が出現する場合がある。また、繁殖期のオスは、全身が黒っぽくなる。本種は、東アジアに広く産する、ドンコ族ヨドントビューティスのタイプ種として設定されている。俗名はギリシャ語で、葉を持つ、ノコギリハゼ、種商名が、薄暗いの意味である。俗名はかつてドンコ族が、ノコギリハゼと同じ川穴子かイリアトライデイに、 含まれていたことに由来する。1993年にアイソザイムの分子解析から朝鮮半島に分布する亜種とされていたセマダラドンコーインタープタを独立種とする説が提唱された1998年に発表されたアロザイムの分子系統解析では、三人美和、伊勢、ヒキミ、東瀬と西瀬と西九州の5つのグループに分かれることが示唆された。 このうち引きみグループは2002年に独立種、イシドンコをハイ背筋スとして新種記載された。アロザイムの近隣結合法やミトコンドリア DNA の系統推定では、初期に3人、ビは伊勢グループが分岐しついでイシドンコが分岐したとする解析結果が得られた。流れが緩やかで提出が、砂力の河川や湖、地層、水田、溶水路等に生息する。 一生を淡水域で過ごす、純淡水魚である。群れを作らず単独で生活し、縄張りを形成する。夜行性で、昼間は岩石、流木、水草の下等の物陰に潜む。食生は動物食で魚類、水生昆虫、甲殻類等症動物を幅広く捕食する。非常に貪欲で、口に入りさえすれば、自分と同じ大きさの動物にも襲いかかる。 ただし動かないものには反応しない。しかし、飼育下では人工飼料に餌付かせることも容易である。繁殖期は4から7月で、オスが石や流木の下を掘って巣を作り、メスを誘って産卵させる。メスは巣の天井にツム型の卵を産む。オスは卵が孵化するまで保護し、胸びれで水を仰いで卵に酸素を供給する。なお、これらの一連の行動時には、オスが ぐうぐうと泣く行動が観察される。麦つくにらんの対象とされることもある。飼育下の観察から、麦つくは大型の産卵層に好んで、炊く卵する傾向があり、一方で、本種はより狭い環境で産卵することを好む傾向があるという報告例もある。これは、本種が狭い環境で産卵することで、麦つくを含めた多種から卵を守るためと推定されている。 孵化した子供はすでに親とほぼ同じ体型になっており、他のハゼ類の稚魚のような浮遊生活を経ずに、定生生活に入る。日本の各地方には、小敷マラ、泥棒目、ドカン、牛ヌスト、牛んこ、ゴッパツ、ドングロ、ゴーン、ク黒ドンボ、ドンポ、ガマドンポゴモ、ドンカッチョ、ドグラ、あなごなどの名がある。鹿児島方言の故称ゴもは大きな口、突出した目、 発色の退職がゴモガマに似ることに由来するという説がある。開発による生息地の破壊に伴い生息数は減少している。本種自体は水の汚染や消波ブロック、堰などの設置にもある程度の耐性があるが、餌となる、小動物の減少は打撃となる。また、循環水性で一生の行動範囲が狭く、他のハゼ類のように海から遡上するということもないため、 環境の激変は地域個体群に大きな影響を与える。一般的ではないが食用とされることもある。調理方法としては唐揚げ、塩焼き等があり、肉は白身で微味とされる。ただし内部寄生虫を保持する可能性があり、生食は進められない。なお主に北日本で食されるどんこ料理やどんこ鍋はどんこという地方名を持つ、全く別の海産種のチゴダラや、 えぞいソアいナメを用いた料理である。ペットとして飼育されることもある。縄張りを作り、同種間で激しく争うこと。自分より小さい動物は何でも、貪欲に捕食することなどの理由から基本的に単独飼育が望ましい。また、酸欠や極端な低 pH 環境には弱い面がある。しかし、飼育自体は、比較的容易で、人に対しては、 手から餌を食べるようになるほど良くなれる。飼育当初は生きた小魚やエビを与えるのが良いが、すぐに乾燥極みや魚の切り身などに餌付く。飼育下では、され規定に浅く潜る行動や、人の指に噛みつく行動も観察される。完全な淡水魚なので飼育下での繁殖例も、比較的多い。ハゼアモクの魚類としては、寿命が長く、10年以上の飼育例もある。 本来の生息地ではない地域でも販売されている。飼育魚の放流は、食害、病気の電波等、自然環境の破壊要因となる。ありがとうございます。